こんにちは、キユです。今日は立川駅にいますが、この立川駅の近くの立ち食いそば屋に行ってみましょう。ここは南口ですね。ここから歩いて1分のところにあります。ここですね、中屋というお店です。そばをお願いします。
きました。はい、というわけで中屋で冷やしめかぶとろそばを食べました。もう夏にぴったりですね。暑い日にぴったりなそばだと思います。すごくさっぱりしてて、めかぶととろもネバネバがあって、もうツルツル入ってきますね。もう喉越しも抜群でしたね、本当に。もう暑い夏はこれというぐらいにおすすめですね。あとここお店の中が今までの中で一番狭いですね。多分4人ぐらいしか入れないと思いますね、マックスで。それぐらいこじんまりとしたお店なんですが、でもなんかそこもなんかいいですね。これだけなんかこじんまりしたお店って珍しいと思います。なんかすごく新鮮でした。なんだろう、あと店員の方も女性の店員の方なんですが、とてもいい人でしたね。もうなんだろう、すごく居心地がいいっていうか、なんかお母さんみたいな人でしたね。なんかまた酔いたくなるような、そんな居心地のいい立ち食いそば屋さんでしたね。なんか結構そういうのって重要ですよね。なんかまたこう立ち寄りたくなるような、そんな温かい立ち食いそば屋さんでした。